はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。頂上決戦やっていきます。今回は選択チャレンジね、いきましょうか。ちょっと読みませんね。代行的、ほんまに読まれへん。桃子とろ、桃子、エイジー、 SR ではかなり当たりっすよ今んとこ。イグニス、最後は UR、クローゼロかな。先生取られてるんで、シェンとギース、クラウザーか、ヒナコもいた。こっちオロチね、オロチテリー、先生取られてる。あの防御がいないからな、これ。その点では結構やりにくいかな。ヘビソーセいけるね。ベニマル頭でいいか。ベニマルにしよう、頭は。エイジじゃなくて。クラウザー嫌やな。シェンのスキル見とかなあかんね。シェン。これスキル出ると、この次のターンで、ほぼゲージ溜まるんで、ほぼというか、ゲージ溜まるんでね。ベニマル前でいいかな。大光剣使おう。麻痺してくれ。できれば麻痺してほしいけど。ないかな？ないか。危な。ベニマル、キム倒しかけた今。めちゃくちゃ危なかった。キムを下げてくれた。ほぼ添付客は使ってくる。クラウザースキル出るかな？お、スキル出ない。いいね。2ターン連続出てないね。ここでシェンはゲージ溜まるんで、シェンは溜まるから、エイジかな、前は。いや、微妙やな。エイジか。そやね、ちょっとむずいね。ゲンハリケーンか。2体出ししよう。これでどっちか叩かせよう。どっちか叩かせるんですけど、ちょっと全滅も狙いつつっていう感じかな。多分どっちも倒してこないと思うんですよね。倒すならレオナって感じ。倒すかな、これゲインハリケーンあるんですよね。これはこっちの予想通りというか、これでいいんですよね。これで調整、倒すんか。レオナ打ちたかったけどな。できればエイジが溜まってる。後列に飛ばせるキャラがいないんで、レオナあたりを一発打っとけば結構いい感じやったんですけどね。バスターウルフと、いやまだ無理か。バスターウルフとちょっとこういっとこう、モモコ。いや、こういこう。こういきます。で、ここはね、何も使わない。エイジを倒さしに行きたいんですけどね。ゲインハリケーンでもさっき使ってきたな。あ、クラウザー出すの。クラウザー出しちゃうと、もうほぼ全滅取れますけどね。これ、モモコやられるんじゃないの？あ、ブリッツボール。これでも全滅取ったんじゃない？クローゼロテリーがいるから。いや、まだやな。まだなんで、エイジ前に出して、クローゼロ、こういっとこか。これでいきます。もうこれでほぼ全滅はね、取れるかと思いますが、やばい！危ねえ。クローゼロが火力出るから怖いね、今。これでもう全滅確定ですね。確定で取れるかと。シェン。シェンと、全滅はないよね、こっち。シェンのスキル強いけど。危ねえ。なんやかんやって怖かったな。これでいけますね。まずオロチでいいかな。オロチ打って、調整が効いたっていう感じかな。バスタルフ。で、クロゼロで、一撃ですね、これは。クロゼロは火力出るんでね、言うて。一撃ではなかった。ちょっとでも調整しすぎたね、こっちも。ちょっと危なかったけどね。途中で、桃子のあたりがちょっと失敗したなと思ったけど、まあ、なんとかいけました。では、続きいきましょう。ランクバトル、押してます。センチャラね。フットジーンさん、先生は取った。フットジーン、どういう意味かな。これね、シェルミーにしときます。メイリーは強いんですけど、ちょっと全滅には不向きなんで、全滅狙うには不向きなんでね。先生取ってるんで、これはクリーザーかな。覚醒と、もう一体は、2代目ですね。イオリと、オロチシェルミーもいた。あれ、暴走や。マジで。2代目の選択やったんでしょうね、暴走は。シェルミ置いて。ヤシロあかんな。
角瀬置かれるから抹茶にしとこう。これでいこう。これでいきます。あー、スキル出ない。マジか。スキルが何も出ない。やっぱ覚醒でデバフ入るんでね、できるだけ女性キャラ置いときたいんで、これはジョーは使おう。うお、メイやばいやろ。メイの火力がやばい。メイが半端ないな今の。ここで出ないんですか、スキル暴走より。ジョー使うんですけど、2ターン連続で出ないのはちょっと辛いな。ここででも、ジョーがやられてマチュアがゲージ溜まるとね、やりやすいんですけど。あ、ビリー使ってきた。暴走ゲージ溜まるんじゃない。めまいはない。うん、これジョーやられますね。そしたら、おー、マチュアだいぶ減ったな。これはヤシロよりクリザリッドの気もするけど、ただヤシロ置いとかないとちょっと怖いんでね。ここはもうヤシロ置いとこう。シェルミー、いや、先に、暴走か。そうですね。暴走打って。あー、微妙やな、このビリーの体力は。シェルミー打たなあかんわ。シェルミー打って、マチアが覚醒に飛んでいくんで、これで。覚醒に飛ばしつつ、うお、めっちゃ減った。やば。びっくりするぐらい減ったよ。UR かってぐらいの、火力が出ましたが。今のはえぐいね。でここは、このメイですね、叩くキャラ。沈黙も入れれるし。いや、やっぱあの、シェルミーの攻撃力アップがえぐいね。攻撃力がアップした後に、覚醒にマチュア飛ばしたら、びっくりするぐらい減ったな。これでもう UR はいないんで、あとは、耐えていくだけかな。さあ、ガードした。ガードしたけど、めまいした。ガード。あー、このサイレントフラッシュをガードしてほしかったな、どっちかというとね。メイはスキル出ない。2代目はスキルは、これね、メイか。このまま行こうか。お、暴走やった、出てくれた。3ターン目にして、4ターンか、4ターン目にして。暴走が強いね、やっぱスキル出ると。2代目使ってきてもマチュアに飛んでくるんで、まあ大丈夫かな。2代目、うん、ミューコランブはマチュア。あー、クリティカルや、でも。ワンパンやな。メイは、うわー、待ってくれ。まあ、もうめっちゃ減るやん。ヤシロ耐えろ、ガード。うおー、めっちゃ減ったな、マジで。暴走でも生きてる、よかった。びっくりするぐらい減ったな。あ、これ全滅取ったんじゃない？ちょいとクリザで。ちょいとクリザで取れそうやけど、うん、多分いけるかな。ちょっと微妙ですけどね。いや、いけるか。クリザから使う。クリザ、暴走ちょい使ったら全滅を取れる気もするけどね。あー、2代目硬いか。さすがに2代目は硬そうやな。無理か。全然無理やな。全然無理やった。しかもボタンが効かへんかった今。うおー、ちょっとあれや、パーフェクトミスったせいで倒されへんかったんちゃう今。たまになるんすよね、イオリとシェルミ。2代目麻痺してるんかな。あれ、麻痺か。麻痺、何の効果で麻痺した？あ、暴走の必殺か。うわー、ちょいやられるわ。ちょいというか暴走がやれるわ。あー、こっちヘビー D だけかなと。うおー、ヘビー D だけやな。これやばいな。ヘビー D 使うんですけど、このオロチシェルミは倒せますよね、さすがにね。基本レイジから。うん。いや、しかしやばいか、これは。2代目がそろそろゲージ溜まりそうなんでね。うお、これは前はクリザにせなあかんな。いや、ここイオリ溜まる？ちょっと弱めに叩こう。イオリゲージ溜まってたらやばい。これで。今のでゲージ溜まったらやばい。うわー、キングが溜まってた。クリザ生きてくれ。うわー、沈黙した。クリザ生きろ。スキルはやめろ。ああ、いや、微妙やな。でも勝ったかもしれん。これでも、これでも勝ったかもしれんよ。ここで倒していけるよね。ここでヘビーディスキル出るかな。
スキル出ない出ないけど、次殴られたらヘビーでゲージ溜まるんで、ここキング溜まってないでしょ。うおー勝った。釣りはいらねえで勝った。マジかこれ。超接戦やったな。全滅取れるかなと思ったターンで全然無理やって、あのターンで調整したらいけたんですけど、もういけるかなと思って強引に行ったら全然無理で、その返しでかなりやばかったんですけど、最後なんかヘビー D が頑張ってくれたね。なんとかね、ギリギリ勝つことができました。危なかったですね。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。